さあ、それでは、弁当を作りましょう。これはダイソーで買ってきた弁当箱です。ハンバーグを沸かして、栄養バランスとかよくわからないので、おいしい。これ。適当です。ではめんつゆです。みりん少し、もう少しで、醤油少し、
料理はうまくないです。よいしょ。卵焼き難しいね。こっちが沸いてきたから、沸騰してきたから火を止めます。難しい。塩を軽く振って、マヨネーズとシューッと入れて、ソーセージを入れて、ご飯を入れようかな。
りました。で、卵焼き、こんな風にできてます。どういうかな、どういうか、よいしょっと。キャベツは隠れました。ご覧のり、最後にご飯の上に器用な男の弁当作りでした。